皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もサイレン2遊んでいきましょう。さあ前回ですね、確か藤田茂さん、この方の条件2をクリアで、今回ですねようやくこの人貴船郁子、突然出てきたこのシナリオに挑んでいきましょう。シナリオ名は脱出。レミ、構わない、君一人だけでも逃げろ。あっそ、カッコつけてバカじゃないの。こんなとこじゃ誰も見てないよ。終了条件、五木守と闇島遊園からの脱出で、ヒントが3つ。ヒント1、貴船郁子は観音師という能力によって敵を操ることができます。操るには視界ジャックしている状態で R3 ボタンを押してください。で、ヒント2、観音師をうまく使いましょう。攻撃動作や鍵を開ける、スイッチを入れるなど操った状態でも様々なアクションを行うことができます。で、ヒント3、闇霊は光を嫌います。しかし状況によってはわざと明かりを消すことで。ここは何？戻ってきたのか。さあミッションスタート。貴船郁子、多分ねこの人冒頭のムービーで一瞬だけ姿が映った人でですね、どっち脱出する、まずどっちに行く。冥府の門、これ観覧車、これもう全部門になってしまっている。でですね、どうしよう。18歳のフリーター、まずここに1人。あ、ここにも。さあまずね、ここにもまずこいつか。さあこれで操れません。 R3 押してるよ。これを操りたい。いや、特に何にも起きんぞ。どうなってんの。まずこっちかな。これどうしようもないですね。んで、そこにいるこいつな。観音師どうすんの。操って、操れなくない。そっちまずいか。こっち行く。次から次によし。で、ここで観音師、イコは敵を操る観音師を持っています。操った敵を使って他の敵を攻撃したり仕掛けを動かすことが可能です。正面にいるシビトを操ってください。で、弱中に R3、 よし。そこね、こいつではなくて、この人。はい、 OK。 マジか、めちゃくちゃ有能。そんで操ってどうすんの、どうすんので、銃持ってる。そんでどっち、これすごいわ。
これチートじゃない？そんで、どこに行く？そっちか。あそこいますね。こいつ？待ってね、違った？違ったっぽい。今疲れてんな。待って。ちょっと待ってね。そこね、そこの敵をやっつけてしまいたい。そう、こいつを操って、こうかな。さあ、こっちやって、解けんなよ。よし。で、こっち。そう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 、そこの人。こいつね。こいつをやってしまいたい。オッケー、ワンパン。で、敵を操ることにより、一個は疲労します。疲労が激しくなると、感応者は解除されてしまいます。操りから解放された敵は、元の場所に戻ろうとします。戻ってくる敵に見つからないよう、隠れ場所を探してやり過ごしてください。大丈夫か？そっち、こっちじゃない。こっち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 、もうちょいこっち。よし、ここに。さあ避難して。どう？よし、ここにいる。そっち。さあ戻って、掃除をした。よし、見つかってないですね。で、管理小屋で武器を入手。行くぞ。さあスルーして、こっち。さっき猫ちゃんいたね。で、これをゲット。ん？これ取れません。あ、そう。となると管理小屋、そっちか。なんで銃使わない主義。さあ今のは？あれが闇霊で、鍵、反対側に内鍵。これ、あ、待って今中に何かいた？嘘。いますね。あ、人いるわ。これどうすんだ？管理小屋、ここで武器なくない？これ叫ぶのか。いや、これ大丈夫だって。これしかないよ。あ、これあれか、観音師。もし、これか。すっかり忘れていた。で、これね。待って。となったら鍵開けて、よし。で、開ける。でですね、次どうしよう。こっち側、ずっとこっちにやって、あー、で、そこいるわ、こいつな。で、これ解除。よし。さあ、で、武器取って拾う。 OK。 ゴルフクラブ。でですね、脱出する。どうやって？来ますね。そこにいるわ。これまさか銃持ってないよねと思いたいわ。よし。さあ、こっちの方が先に刺さって OK。 そんで次は？そこな。そこの人。あれが闇霊か。どっちどっち、どっち行く？こっち？あ、さっきの警官ね。
あれが死んで、で、通れるようになった。あれ、もしかして藤田さん？警官って。まずい。疲労が蓄積してる。出る線、次。どっちだ？今、コーヒーカップ。さあ、ここに来て。ちょっと明るいところ。あ、あ、まんまんまんって。あ、え、なにこいつ、どっから湧いたの？びっくりしたの。どっから湧いたのこれ。え、ここ明るくない？ちょっと足りない？明るさ。待ってよ。いるじゃん、そこに。そんで？今、今ここね。で、どっち行くんだ？こっち正門。ん、そこ空いている。オッケー、こっちか。行こう。あ、まずい。疲れている。プラス、そこに、なんかいる。え、まあまあ、誰撃ってきた人？今の。誰そこにいた。マジか。いや、これ申し訳ない。そこにいた。これどうしよう。速攻行った方がいい。どっから？よし、クラブ持ってて。どこ？噴水。そっちか、そこね。まずこっち。明かりがな、なんもないわ。で、こっち。ダッシュを。で、そこに一人。こいつ通りして。で、こっち。あー、マジで早く来て、マジで早く来て。おし。やめ。マジか。そこねさあ、となるとバーっと行こう。速攻で行く？もしくは明かり。もうこっから湧いたよ。で、そこにいます。こいつね。これ、観音石使って、ちょっとこっちの方に移動させよう。あ、まずいな。多分、闇霊が湧いた。よし。さあ、移動させて、こっち。で、ここにいる。よし。こいつ柔らかい。オッケー、どう？よし、これでエピソードクリア。さあ、一旦セーブが入って、で、ここにシナリオ追加、矢倉一子とですね、さらに条件に、これもアンロックとね、とりあえずアーカイブ見よう。貴船一子の免許証、資格、第4級の海上無線通信士。貴船一子、昭和61年の11月26日生まれ。左のものは無線従事者規制により先資格の免許を与えたものであることを証明する。で、こんだけ。これ条件にもやっていこうか、せっかくなんで。
今のところの、待ってね。今のところの条件に。よし。終了条件に、石碑をすべて破壊する。で、ヒントは一つ。石碑を破壊して回りましょう。場所によっては、観音寺で敵を操る必要があります。待ってくれ。奴らが溢れてくる。ここ、このままにしておけない。もうどうするの？七つの鍵。そう、あれを壊せば元に戻るかもしれない。本当に戻んの？俺は利用されたのか。武器になるものの入手。武器。さあ、ここに一人。これ、観音寺でさ、銃構えて、あ、これできるんだ。あ、これすごいな。これこうやって壊せばいいんじゃないの。おし、で残り6機で、ここに1つ、これ押せない？パーンって。はい、張り手突っ張って。もう壊せません。武器、これ本当に元に戻ると思う？あ、待って待って、誰さん？こいつか。あ、これ銃持ってるわ。マジか。銃持ちか。で、だいぶ疲労している。まずいな。治ってくれれば。治って。あ、ダメか。ん、治って。まずい。いや、これやっちまったな。申し訳ない。操れない。あ、ですね。なるほど。まず一発壊して、で、からの警官か。これ操っていく。一旦殺してもらおう。今のは不注意だった。しかも死亡時にちゃんと顔が変化するんですね、表情。早くしないと。やっぱ、よし、壊してある。これはうまいぞ。だいぶうまい。で、こっちか。そこね。こいつ、この人ジャックして、どっちに？武器になるもの、そこに。あ、一人いるわ。これを殺す？よし。で、それと、待ってね。ドア開けて、で、これ、内鍵。で、その中にも一人。よし。で、残り5機。中いませんかね。解除された。ちょっと待ってね。ちょっと待とう。で、そこにもいるっしょ。あ、だよね。ずーっとそこにいる。となると、あ、待ってね、これ、あっちかな、そこの、掘り返していた人、あいつか。掘り返していた人、あいつを操って、で、警官を殺す。こいつか。これを、すいません、観音寺して、で、こうか。よし。で、この人戻るもんね。オッケー、そこにいるわ。オッケーオッケー。さあ、警官倒して、おし、で、解除。もういいよ。で、帰ってください。よし、帰ってった。で、銃ゲット。さあ、ゲットして、拾う。はい、おし。で、これで殺していく。焚き火進もう。オッケー。とね、これ何？遊園地のパンフレット。さあ、これ取って、とですね、次そこね。待って、銃弾を温存しよう。残り5発。まず奥の人かな。そいつを殺して、で、スコップ。
こいつね、こいつを背後からこう、オッケーで拾って、よし。でですね、そこね。あ、起きた？よし。その調子だ。待って、起きたっぽいな。こっち来い。なんだ？で、また闇霊か、マジで。このタイミングで？よし。さあ、オーバーキル。オーバーキルかまして。でですね、次、どっちだ？残り4機。今、花壇にいて。で、次、コーヒーカップ。そこしか行けない。あ、待って、へばんな。来てんの？もしかして。あ、来てんな。こっちこっちこっち、こっち来て、こっち来て。ちょっとちょっと、はい、どう、よし、さあやっつけて、次そっち、待ってね、そこの人、そいつの銃かな、あ、遅いわこれ、マジで言ってんの、この遅さ、んで人懐っこい、闇霊ちゃん人懐っこい。で、そこな、そこがガチで危ない。あ、待って、また湧いたの？あ、湧きましたね。弱いくせに湧きすぎ。おっせ、待って、死んでる、なんで死んでんの？これもらえる？あ、もらえませんね。あ、もらえませんね。マジか。なんで拳銃取れてこっち取れないの？さあ、ここは？一応これさっさと壊して、はい、パコーン。次だ。次は？残り3機。とね、次、そっち行ってみるか。よし。できませんね。ここの太田智恵さん、あの人がいたはず。前はもういないかな。おっせー、この人で、ここに一つ、あ、闇霊か、びっくりした。あ、これ待って、開けないとダメか。待ってね、まずこれパコンして、はい、よし、次だ。さあ残り2機で、これを待ってね、開けていきたい。うん、開けよう。普通に開けて。はい、オープン。どう？やったね。でですね、この先、確かガラクタね、ゴミがいっぱいあったはず。あ、下で戦ってんな。ここは？これ、なんかある？ん、ありますね。何？ DVD。南京錠の鍵。待って、よし、南京錠の鍵で、これ必要行動。よし、どいて、道を譲って、マジでどいて、マジでどいて、なんなのこの人も、おかしいだろこれ。まあでもこれも恐怖ですよね、思い通りに動いてくんない。早く、そっち早く、命がかかってんぞお前の。そんで他には何もない。何もない？ありませんね。あ、待って、ここにあれいるわ。あ、そっち行った、資料そっち行った。多分死体を復活させる。で、ここ暗いぞ。待ってね、一旦休憩しよう。で、残り2機、一旦休憩して、できません。ここはセーフっぽい。よし、ちょっと小休憩。よし、で復活。あ、ここいるわ。これ噴水ね、
あ、こいつしかも武器持ってんな、マジか。打ち切ろう。よし、さあこれでバカにして、もう抵抗できません。でこっち、あー待って待って、え、待って、なんかいた。あ、こいつか、あぶねー。そんでどっちだ、ここ噴水ね、確かこの周辺にあったはず。ん、あ、壊したか。あとは待って、なんか出た。何、調べる。ジュースの王冠、これ何、ムベンベコーラ王冠くじ。あ、後ろから来てる。あー、え、え、なんで弾持ってんの、リロードした、もしかして。マジか、今の申し訳ない、弾持っていた。先に進もう。さあこれどっから、よし、残り2機でですね、今ここにいて、そっちやったもんね。ということはコーヒーカップ、それとこっちの方ね、噴水、券売機と配電ボックス、ここら辺ね。まずそこの人、そいつかな、こいつね、こいつをやってしまいたい。ゆっくり寄って、待ってね、ゆっくり寄って、おし、どう、やったね。そう、しかし武器取れません、これがな。でこっち、多分こっちでしょ。よし、そこに一つ、オッケー。あ、で待って、さらになんか見られた今、よし、あとは残り一つ。あー、待って、こいつも銃持ちか、マジで。あ、でさらに闇レちゃん、いや、ここエグすぎない、ここ。待ってね、そのおっさん、こいつを観音師したい。危ないよ、待ってね、待ってね、その人、あー、できない、観音師ができない、拳銃か。おし、やった。さあここでやっつけて、なんで道を塞ぐの、あなた大老さん。でこっち、いや、こっちはない、こっちは開ける。あ、くそ、なんなのあの主人公マジで。あ、待って、これいかんな、いや、この闇霊うざすぎじゃない。おし、でこっち、こっち行ける。あ、行けません、鍵残り一つ、どこだ。そっちの、こっち行って、あ、待って、ここか、これか、東大元暮らし。よし、どう、これで全部。よし、でエピソードクリア。ごめん、もう大丈夫だよね。こんな状況で悪いけど、私他の人と一緒にいるの苦手なの。ちょっと待ってくれよ。私がどうやって無事だったか分かるよね。私人の心が読めるんだ。それが今はもっと強くなって、そんな化け物見るような目で見ないでよ。ああ、
さあ、これで、残ってるシナリオ。それはこれだけになりました。矢倉一子。闇島の潮里浜かな。でですね、今回もアーカイブ、あれを見て終わりにしましょう。アーカイブ3つ。まずこれかな。闇島遊園のパンフレット。これもね、時代を感じるいいデザイン。闇島遊園。闇島アミューズメントパーク。で、観覧車とコーヒーカップ。お花の広場と噴水広場と券売機。乗り物券は1枚50円。で、それと、こっちね。ムベンベコーラ王冠くじ。脳天直撃新感覚、ムベンベコーラ。ムベンベコーラの宇宙冷戦キャンペーン王冠くじ。裏のシールを剥がして当たりが出たら、宇宙冷戦のオリジナル商品と交換できるぞ。で、これが当たり。あなたはキャンペーンの応募資格を入手しました。ポスターに記されている応募要項を読み、宇宙冷戦のオリジナル商品と交換してください。これもしかして交換する必要がある？で、それと、貴船一行の卒業アルバム。真実2005。県立三津高校の卒業アルバム。2005年発行。学校行事の風景写真。親しい友人たちとグループを作り、笑顔を見せている旧友たちの中で、一人暗い表情を浮かべている貴船一行。何ですかね、底はかとない合成感。よし。ではね、今回も一旦こだわりにして、で、次回ですね、あの女子中学生。なんだっけ。いちこさん。なんとかいちこさん。そう。やぐらいちこ。ここに挑んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。